MG34 機関銃。手前のものは軽機関銃として二脚に課され、奥のものは重機関銃として三脚に課されている。汎用機関銃は二脚化や三脚化、重化などを使用できる多目的用途の機関銃。銃の部品や付属品の一部を変更することで、軽機関銃や重機関銃などとして使い分けることができ、重機関銃の別称としても扱われる。 第一次世界大戦の開戦直後、西部戦線において戦線が到着し、戦いが残豪と鉄条網に代表される陣地戦に移行すると、陣地防御において、機関銃が極めて有効であることが明らかになった。陣地攻撃に先立つ入念な準備砲撃でも、防御側の機関銃を完全に撲滅することは困難で、そしてたった一丁の機関銃でも、 旅団規模の突撃をも食い止めることができた。これに対抗するため、攻撃を行う、不評部隊は細分化して散開し、地形、地物を利用しながら前進するようになっていった。そして疎開体系の不評部隊と共に前進して、攻撃に加われる、機関銃として登場したのが、軽機関銃であり、従来の機関銃は、銃機関銃と称されるようになった。 対戦での機関銃の活躍を受けて、戦艦機にも軽量化に主眼を置いた改良、開発が進められた。この時期に登場した多くの機関銃のうち、チェコスロバキアで開発されたブルーの ZB26 軽機関銃は無故障機関銃として定評があり、順次に改良されつつ、各国でライセンス生産された。特に、イギリス版のブレン軽機関銃は、 ルイスー機関銃の他に、ビッカース重機関銃の代替も部分的に兼ねており、汎用機関銃のコンセプトの先取りでもあったが、完全な汎用化には至らなかった。その後、さらに多様化を推し進めたものとして登場したのが、ナチスドイツの MG34 機関銃であった。これは、汎用機関銃として、2脚にかすれば軽機関銃、3脚にかすれば重機関銃、 対空用重化に課すれば対空機関銃、軍用車両に搭載すれば、車載機関銃と多目的の用途に使い分けることができるというものであり、銃機関銃の保有禁止というベルサイユ条約による制限を回避できる上に、極めて効率的な設計でもあった。第二次世界大戦でのドイツ陸軍は MG34 を軽機関銃として各不評分隊に一丁ずつ配備するとともに、 重機関銃としても、不評代替の重中隊に12丁を配備していた。またその発展型の MG42 も同様に広く用いられたが、こちらはプレス加工を多用することで生産コストの低減に成功しており、傭兵面だけでなく生産面でも画期的な銃であった。対戦後の西側諸国もドイツ軍の方針を踏襲して、分隊用の機関銃として、 汎用機関銃を用いるようになっていった。しかし、汎用機関銃は銃本体も弾薬も重くかさばるため、これを分体レベルで用いると、特に徒歩行軍の機会が多い熱帯ウリや山岳地域での戦闘では不利になるというデメリットがあった。このためもあって、東側諸国では分体レベルには軽機関銃の配備を継続し、汎用機関銃は 中隊レベルの装備とされていた。また、西側諸国でも、ベトナム戦争を通じて、これらのデメリットが認識されると、分隊レベルには、軽機関銃を配備するように回帰していった。現在では、不評部隊における、汎用機関銃は主に小隊以上のレベルで、用いられるようになっている。ドイツ、ベルギー、フランス、スイス、ソビエト連邦、ロシア、チェコス、スロバキア、アメリカが衆国日本、韓国。 中国南アフリカ共和国、ありがとうございます。